どうもこんにちは、ゴジミヤです。今日もバーサスペペペマンの解説をやっていこうと思います。では見ていきましょう。スワップルですね。スワップルなんで、どっちからといったところだが、プヨからスタートする。プヨスタートの場合は、まあ、いかに大連鎖、開幕プヨで大連鎖を組めるかといったところ、さあ、お互い先より GTR で、ほとんど同じ形ですね。さあ、ここで手順変わって、こちら紫ハッカーに対し、相手を紫ハッカー、タジオリ。一回単発打って。最低黄色入れて青ハッカーかな。青ハッカーして、来るが、どうなんだあれ。あれは赤が飛んでいる。それに対し、あ、一応こちらは繋がってますね。こちらは繋がっている。危ない。まあ、ギリギリまで受けれるのを判断して、耐えて、しっかり9連鎖。さあ、これはどうだ相手耐えれるか相当、まあ、4連もあるんで、5連6連刺さる。やっぱりそうっすね。その、ぷよ側の連鎖がまず飛んでると、まずまず、相当、掘り連噛み合ったり、何かしらしない限り、まあ、無理なんで。まあ、開幕ぷよの、大連鎖っていうのは非常に重要ですね。ほんと、一回少しでも飛んでるだけで負け格になってしまいますから。ここら辺は、しっかりしていきたいところ。まあ、今回は、こちらが新 GTR にない、新 GTR に対して相手が、先ほどの GTR。さあ、一回デカミの単発打って、一段振らせるが相手も単発で軽減させる。緑ハッカー。相手は赤ハッカー。さあ、赤ハッカーしてきて、こちらも黄色ハッカー。お互い本線を発火している。さあ、パフェ済みで、相手がコンボ付きの、ティスピンダブル。パフェはなかったんで、妥協して消してからのコンボ付きのティスピンダブル。さあどうだ 10連で10連を打ったけど、Z ミノルをミスしてしまう。さあ、大一しっかりしたいが、相手は耐えれるか耐えれずに刺さっていく。あれはまあ、あの量は、プヨ側に切り替わったとしても、まあ、致死量クラスになってしまうんで、今のは諦めましたね。コリのルートがなかったので。さあ、今回もプヨスタート。今のところ全部プヨスタートかな。テトスタートじゃなく、プヨスタート。まあ、50分の、じゃない、2分の1なんで。2分の1だから、まあ、こう、偏ることもあると。今回も、こちら新 GTR に対し、相手が、先寄りの GTR。しかしこれ、俺、形悪いぞ。非常に形悪い。さあ、黄色で発火したけど、これはどうなってんだ？なんか、めちゃくちゃになってるぞ。めちゃくちゃになってて、相手はしっかり、入っている。しっかり入ってるけど、まあ、同時消しか。同時消しの7連鎖に対して、こちら6連鎖だったから、まあ、同時消しはそんなに、火力に影響しないんで、まあ、1連鎖の差でしたかね。さあ、直列うまい。しっかり、蘇生外してから、テトリスでもう一回テトリス間に合う。いい感じ。あ、このね、間に合うか間に合うか、間に合わないか。その、コンボつけるかつけないかで全然変わりますから。さあ、相手、撃ってきた。コンボ付きのテトリスだったかなの仕込みに対し、3ダブ、即打ちしてきたけども、それを、しっかり5連鎖で返す。さあ、これは相当有利だぞ。相当有利。さあ、無難に組んで、緑ハッカー。相手は2連鎖でコンボ付き。これは相当有利ですね。総裁外して、ティスピンダブルのコンボ付きから、コンボ付きのテトリス、さらにティスピンダブルまで。で、刺さる。もう一回。まあ、今のは、普通に、まあ、プヨ側で圧倒的有利だったんで、それを無難に、無駄にしないように、連鎖数を組んで刺していったって感じかな。その、スワップルールって、一回消すと振らない仕様だし、あんまりむやみに追い打ちしすぎてしまうと、テト側で受けられてしまうので、まあ、そこら辺を考慮して、追い打ちはせずに無難に連鎖数。を組んだって感じかな。結構ね、そういう方がいいんだよね、スワップルールっていうのは。2ダブとか打って刺そうと思っても、相手のそのカサカサされて、テトリス側に持ってかれて、テトリスで受けられてしまうっていうことがありますので、まあ、無難に飽和した方が勝率が高くなるっていうメリットはあります。ではもう一つ見ていきましょう。あんまりね、深追いはしない方がいいと。一回消すとね、振らない仕様だし、さらにカサカサされるので、ってことですね。さあ、今回はテトスタートで、相手が開幕 T スピンダブル。それに対し、こちら T スピンダブルからの、ポリネンのルート。しかし、相手はないよ。穴良くて、どんどん火力増し増し、エスティティックマジック地獄。
エスティティックマジック地獄されるが、こちら、大ミノプラス、ティーミノの置き水が痛い。あ、ティースピンダブル組んで、積んで積んで、ティースピンダブル。BTB 付き、バックトゥーバック付きなしの攻撃に対し、相手がバックトゥーバックついてたんで、これは不利ですね。不要側の地形でも不利だし、テトリス側の地形でも不利。これは、この時点で大体勝率的には、30% ぐらいかな。3割ぐらいですかね。かなり低い。さあ、こちら赤発火しているが、緑を飛ばしている。さあ、これは、5連鎖止まりだぞ。それに対して相手は、きっちり9連鎖あるんで、相当辛いがどうだこれ。ホリネンのルートあるか ?T ミノ、S ミノ、置いて、いやーなさそうだな。さあ、この赤玉は耐えれずに刺さる。あーやっぱりプヨの、その、連鎖が止まってるか止まってないかってだけで、本当にもう一本、その、なくしてしまうんで。あ、本戦はやっぱりしっかり繋ぎたかったですけどね、緑完全盛大に飛ばしましたね。さあ、今回もテトスタートで、こちら DT4。それに対して相手は中アキレン。さあ、中アキレン組んでいる。どうだ ?T スピントリプル打って、積んで積んで積んでいるが、相手発火してって、7連、8連、9連、10連、11連、12連までか。12連まで繋ぎられて、こちら発火してるか、間に合うか、これ。間に合わないと判断したんで、1回受けてから連の発火ルート。しかし、まあ、下穴が直列で来ているんで、どうでしょうかね。これは、プヨ側の地形では不利だけど、テト側の地形では有利です。有利なんで、まあ、五分ぐらいじゃないですかね。連もありますので、下穴も相当いいんで。さあ、こちら緑ハックに対して、相手が、青ハッカーか。青ハッカーしてくる。しかし相手入ってるか、あれ。青までか。青まで。青まで入っているのに対し、こちらはどうだ。7連目のテトリス、プラス8連、9連まで強い。さらに8連差が刺さる。一応、プヨ側の連鎖数でも勝ってたかな。相手が、7連差だった ?6 連差だったかな。に対し8連差で、さらにこちらテトリス側の地形で有利だったんで。まあ、プヨ側でも勝ってて、テト側でも有利をしっかり活かして、それが噛み合って刺していったって感じかな、今のは。さあ、今回は、先寄り GTR。お互い先寄り GTR ですね。形がまあまあ似ているが、ここら辺で違ってくるか。ここら辺で違ってくる。こちら赤ハッカー。こちら赤ハッカーに対して、相手も、赤ハッカー。緑ハッカー。緑ハッカーしてくる。さあ、俺緑ハッカーだが、緑が、構図に、これ赤ハッカーで妥協するべきでしたね。妥協するべきだったが、単発、打ってしまう。これどうだろう。一応、ネクストに、赤が来ていれば、ハッカーはできるが、赤またはまあ緑ですね。緑で一回単発打ってから赤、赤ハッカー。できればワンチャン耐えれる。がどうだったかな?ちょっと今見てなかったんですけど。さあコンボつけて。紫消してから緑消して赤ハッカーだが赤が来てないんで、これは無理ですね。最後の紫ゾロでもう一回紫で単発打てれれば。いやーでもそれでも無理か。紫黄色だから。厳しいですね。赤が来ていないんでどうしようもなかった。やっぱりそうですね。そのネクストハッカー、てか妥協ハッカー、緊急ハッカーするべきでしたね。あんまりその欲張ってしまうともう引けてないだけで負け確になってしまうんで、しっかり妥協も重要になってくると。さあ、今回は新 GTR に対して相手が先寄り GTR。一回単発ってどうだ?相手が、青ハッカー。緑入れて紫入れて青ハッカーかな。さあ、ちぎって、ネクストハッカー。それに対して、こちらは紫ハッカーしていく。先打ちですね。先打ちに対して、相手後打ちの構え。T スピンダブル。まあ、相手が後打ちなんで、これはしっかり面を組んでいきたいところですね。しっかり LJ イリュージョン、LJ イリュージョンで、追い打ちをしながら、相手を、行動不能にさせて、まあ、テトリス側で行動不能にさせてからの連の積み込みですね。これ3列連組みに行った。ちょっと前というか、T ミノで、まあ、3列連の構えですね、しっかり。それに対して相手発火しているが、どうだろうこれ帰るかな一応帰るか際どい。コンボついてないから帰らないか。帰らず、刺さる。コンボがついていれば一応は帰ったかな帰ったと思うけど、こちらのセカンドプラス、連の構えがあるんで。まあ、こちら有利ですね。有利だったけども、帰ってこなかったんで、そのまま刺さる。
さあ、今度アップよスタート。よスタートで、おっと、前傾し。前傾したが、相手が、単発単発前傾しに対し、2連鎖なんで、これは有利。さあ、一回単発打って、お邪魔まあ、1個か。お邪魔1個なんで、まあ、5分5分ぐらいですかね。こんなに有利ではなくなった。で、これはどっちも先寄りの GTR ですね。しかし、ちょっとまあ、最初に消した分、時間的に間に合わないんで、お互い、普通に、保持ですね。あんまり小さい連鎖数で発火しても、テトリス側で耐え切られるだけなので、ここはお互い保持にしていった。キースミニからの、テトリス打って、キースミシングルから、テトリス狙っている。相手は、どうだろう。テトリスか。テトリスに対して、こちらもテトリス。さあ、コンボつけて。バックトゥーバック付きの、テトリスコンボ。さあ、それを見て、相手2ダブってきた。テトリスの、仕込みプラス2ダブ。それを、コンボの2連鎖で軽減させる。コンボついたかな、今。一回2連鎖打って。さあ、どうだ、相手紫で発火してくる。こちら青で発火しているが、これ2列目に俺紫乗ってないですね。乗ってない、大丈夫か、これ。しかし、相手も、繋がっていなかったか。繋がっていなかったんで、なんとかなる。下穴も結構いいですね。下穴も結構いいんで、問題なさそうではあるが、どうだろう。さあ、強気に総裁をして、テトリスからテトリス、2連発で一気に送って、相手をジリ貧にしていって、テトリス仕込みかな。テトリス仕込みに対して相手2ライン仕込み。早速悪化してきた。これは、どうだろう。ちょっと埋まってしまって、コンボ付けの6連鎖。さあ、星ぷよプラス赤玉2個。これはどうだ。テトリスの地形、まあ、ホリレンのルートがあればワンチャン耐えれるぐらいまでいけるかな。一応コンボはつけるので。青ハッカのコンボつけて、しかし、ケセルミノっていうか、ネクストにケセルミノがなかったんで刺さる。これは、どうだったんだろう。ちょっと、プヨ側の、まあ、相手が撃たれていたのに対して、こちら発火できなかったのが完全に致命傷になっちゃいましたからね。相手がまあ、6連鎖、コンボ付きの発火していたのに対し、発火できなかったのが完全に致命傷になってしまった。まあ、一応コンボはつけれたんでね、その、テトリス側の地形を良くしといて、ホリレンのルートを作っておけば良かったかな、どちらかといえば。そうすればまだ耐えきれる可能性はあったので、まあ、依然と不利でしたけどね。なんで、その、やっぱり、スワップルールは、その、切り替わり間際の攻撃を送ればいいだけじゃなくて、その後の地形も非常に重要になると。特にテトリスはそうですね。切り替わり間際に攻撃を仕込みつつ、さらにその後にすぐに火力を送れる地形を保持しておくのがコツとなります。はい、じゃあまあこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録の方と評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。